泣けない女、この方とてもあの歌謡曲のね、出せる曲ですので、ちょっとあのテンポが少しだけありますけれども、この歌の、まあ、歌い方、うまい歌い方のコツというのを、まあ、僕が言うのもなんですが、アドバイスというか見させていただきたいと思います。あの作曲の田尾雅美先生ですとか担当のディレクターさんにね、教えてもらいましたこの泣けない女の歌い方のコツですので、ぜひ、皆さんがカラオケで歌われるときに参考にしていただけたら嬉しいなと思います。前半の部分、別れてあげるよ望み通り、そこから、夕日が上手に隠してくれた、ここの部分まではですね、本当に物語の、語りの部分といいましょうかね。それでいて最初の2行と後半の2行、ちょっとねここで気持ちの移り変わりがあるんです。出だしの2行は強がってる部分ね、本当は別れたくないんだけども強がって別れてあげるよ望み通りって言ってしまうような強がってる部分、でも本音は、ね、はらりと心がね、そのもっと切ない自分の本当の気持ち、ね、中の方に来ますので、またそこでちょっと歌のね歌う時にちょっとだけ気持ちをこう強がってる部分と中の寂しい部分とちょっと感じのね分けて歌っていただけたらいいかなと思います。